い、こんにちは。のべよ本店ののべです。今日のテーマは、劇的変化、その後。こういった内容でお届けしたいと思います。前回、5月の半ばに初めて来てくれた京都の美容師さん、バッサリと切って、色も変えて、まるで別人のようにイメチェンしました。その様子、過去の動画でお伝えしたんですが、まずは手短にダイジェスト見てもらいましょう。ドン。ね、誰もがびっくりするぐらい別人のように生まれ変わりました。そして今回彼女2回目のご来店です。ビフォーの状態見てもらいましょう。ドン。さすがにね、前回から3ヶ月ちょっと経っちゃってるんで、あんなにショートに切ったんだけど、すでに後ろを結べるぐらいの長さになってました。というか結んでないといらんないぐらいになっちゃってるのね。それを今回またまたノブさんが可愛く仕上げました。仕上がり見てもらいましょう。ドン。こういった感じです。ではこの3ヶ月ちょっとぶりのご来店で一体何が起こったのか、この後施術のシーンを見てもらいます。前回のカットと今回のカット何が違うのか、こちらが見どころになっております。そして今日のおまけコーナーは、なんとノブキッチン、なっちゃんキッチン、さらにノブキャット、この3つをギュギュギュッと濃縮したような映像となっております。こちらもぜひともお見逃しなく。では今日も内容盛りだくさんでお届けしますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では解説します。まずはですね、来てくれた時の状態がかなり髪の毛の色がオレンジ色になっていました。なのでまず最初に髪の色を抜いております。これは色を染めてるんではなくて抜いてるのね。で、シャンプーした後にカット。この後もう一回染めるっていうね、カラーリングを2回するという工程を踏みます。もうこの辺がね、やっぱり髪の毛一番伸びちゃうのね。特にショートの人っていうのは形が崩れるのはこの襟足のエリアね、耳より後ろのエリアが伸びてしまうことによって形が崩れる。当然本人の鬱陶しさもここが一番感じるわけね。なのでここをかなり短く切り込んでおります。まあ大体ノブさんのカットっていうのはですね、こうしてレザーカットをします。レザーカットすることで切り立て感が出ないようにする。これがノブさんの、作るヘアスタイルの特徴と言ってもいいだろうね。何でもかんでもレザーで切るとかね、レザーにものすごくこだわってるというよりは、目的のためにこのレザーを採用していると、そういったことね。とにかくね、ノブさんは美容院に行きたてみたいなね、今行ってきましたみたいな、バシッと切り揃ってる感じっていうのがあんま好きじゃないんだよね。で、逆に言うとそれがものすごくマッチする人って少ないなと思ってんの。ノブさんのところっていうのはね、もう大人女子が8割って感じだね。もちろん男性も来てくれてるし、ちびっこも来れば、若い女性も来ます。でも8割は大人女子。その大人女子の中で、本当にこうナチュラルな仕上がりがすごくマッチするなっていうのをノブさんいつも思ってるのね。病院行ってきました、今切りたてです、バシッと決まってます、ではない方がすごくこうこなれ感もあってね、すごくさりげなくおしゃれに見えるんじゃないかなと、そういう理由でノブさんはレザーカットを使うし、ハサミで切る場合でも、切り口をちょきんと切り揃えるってことあんましないのね。なるべく自然にその人に馴染んでる感じ、これはだね。例えばお洋服、全身のコーディネートの中で靴だけが新品みたいな時あるでしょ、それ仕方ないんだけど、新品で靴買えば、でも例えば真っ白なスニーカーがそれだけもうピッカピカに新品ってちょっと馴染まない、この感じわかるかな。ノブさんはね、それがすごくこう違和感を感じる方なのね。なので、髪型もね、全体の中の髪型という位置づけでいつもその人全身像に似合わせるってことをすごく考えるわけ。そうすると髪型がその人に馴染んでいること、髪型だけが特別に浮いていないこと、このことをねすごく大事だなと思ってカットをしています。
濡れた状態で切った後は一遍乾かしてからこうしてね微調整をします。乾かしてみると切った時のオレンジがさらにオレンジになってるの分かるかな。これはねこの後にちゃんと染めるから大丈夫なのよ。計算づくです。このオレンジを消すためのカラーリングをこの後するというわけね。乾かしてからのカットというのはものすごく繊細に切ります。で2度目のカラーリングね、まあ、このチャンネルいつも見てくれてる人はご存知の通り、白髪染めでも地肌につけないで染めますよと。つまり頭皮に対しての刺激がなくストレスなくカラーリングができるよってことね。で根元全体にこうして塗った後は中間を塗る、そして毛先を塗ると。こういったショートでも根元中間毛先というのを塗り分ける、そうすることで自然なグラデーションをつけるということをいつもします。でですねこの後重大発表ドンということで、施術シーン見てもらいましたがいかがだったでしょうか。重大発表というのはですね、なんといつも施術シーンのラスト仕上げのシーンね、ドライヤーしてワックスつけてはい可愛いというのが定番なんですが、今回どういうわけか撮れていませんでした。はい可愛い、ごめんなさい、あのはい可愛い見せたかったんだけどね、なんかの手違いというか、まあ多分単純に録画ボタン押せてなかったんだと思うんだけど、そのシーン残念ながらないんです、ごめんなさい。でも大丈夫、仕上がりはちゃんと撮ってあります。見てもらいましょう。ドン。ということでご覧いただきましたがいかがだったでしょうか。前回のねバッサリカットももちろん彼女に最初から馴染んでいてものすごく可愛かったんだけど、今回まあどちらかというとマイナーチェンジではあるものの、前回とはまたちょっと違ったスタイルですごく可愛くなったと思います。では前回と今回の違い考えてみましょう。前回は5月に来てくれてました。5月というのはこれからどんどん暑くなっていく季節だよね。なのでトップがかなり短かったのよ。じゃあ今回はというと、今8月の終わりです。これからどんどん涼しくなっていく季節です。なのでノブさんは意図的にトップを長めに、つまり髪型として重めのスタイルにしました。これはなぜかというと、当然お洋服が変わっていくからなのね。今日まだこの時期はいいのよ、夏の暑い盛りのヘアで何も問題ないです。じゃあ1ヶ月後はこう考えた時にちょっと秋を先取る、これねノブさんすごく意識してるのね。ヘアというのはそれ単体で存在しているのではなくて、季節に合わせたお洋服と共存している、このバランスむちゃくちゃ大事だなとノブさんつくづく思ってるわけね。なので今回5月の時のショートとそんなに大幅に印象は変わってなさそうに見えて、実はこういった仕掛けがしてあるんだよと、ノブさんこういう細かいこと実はすごく気にしてんだぜといったお話でした。参考になれば幸いです。ということで現場からは以上です。ではここからはノブキッチン、なっちゃんキッチン、ノブキャット、このごちゃ混ぜのコーナースタートです。昨日の動画でもお伝えしたんですが、ノブさん昨日お休みだったんで釣りに行ってきました。メインはタコだったんだけど、夏休みということもあってですね、釣り場はファミリーでいっぱいでした。タコ釣りというのはあっちゃこっちゃタコを探しながら釣り歩くという感じなので、釣り場が混んでるとなかなかできないよね。そこで今回も魚をメインで行こうかと、ファミリーに混ざって魚を釣ってきました。サビキ釣りといってね、針がいっぱいくっついていて餌をつけなくても魚が釣れちゃうというね、そういった釣りがあるのね。まあ初心者、特にファミリーフィッシングなんかにはすごくねもってこいの釣りなわけなんだけど、のぶさんとなっちゃんもそれに混ざってイワシを釣ってきました。なのでそれを持ち帰ってからの様子見てもらいたいと思います。 VTR スタート。そして始まりました、のぶキッチン、なっちゃんキッチン、のぶキャットのお時間です。
これがノブさんが昨日釣ってきたイワシたちです。まずこれはウルメイワシ、ね、目が大きくて背中が青いのが特徴。そしてこれはマイワシです。イワシというとこれが一番ポピュラーなイワシなんじゃないかな。そしてカタクチイワシ、東京湾ではセグロイワシなんて言います。それを鱗がねイワシっていうのはすごいんだけど、まあすぐねパパッと取れるので、こんな風にお米を研ぐみたいにね、じゃあじゃあやって鱗を取ります。そしてこいつ、うちの三男坊カイ君でございます。こいつがね、実はノブさんとなっちゃんがよく行く釣り場、そこで拾ってきた猫なのね。なのでこの魚ね、今日の魚はこいつにとっては故郷の味なんです。うちには、てんちゃん、トラくん、そしてこのカイくん、さらにこのリンくんというのがいるわけなんだけど、てんちゃんとトラくんは生の魚に全く興味がない。でもこのカイくんは、港で生まれ育ってね、うちに拾われてきたので魚に異常な執着心。そしてあの白黒のリンくんはつい最近まで野良猫やってたんで、やっぱりねこういったものに興味があるんだね。でまずはイワシの頭を落としております。胸びれがねちょっとね邪魔なので、胸びれのところお腹側からチョキンと頭を落とすということをします。これ包丁握ってるのもちろんノブさんだからね。そして、お腹を切るわけなんだけど、尻尾と言われてる部分のちょっとお腹側にね、尻びれというのがあるのね。そこがね硬くてまた口に当たるので、イワシの場合はこんな風にね包丁で一気に切っちゃうのね。普通は線を入れて内臓を出すことが多いと思うんだけど、線を入れた後この身も切っちゃうのね。どうせそこはね骨がたくさんあってちょっと食べにくい。でその部分っていうのは後で唐揚げにしちゃいます。こんな風にね、尻びれまで切ってしまうと。そしたら、3枚におろす、いわゆる大名おろしってやつだよね。イワシはもうほんとね 身がものすごく柔らかい。おっと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 、こいつがいつも邪魔するんだよね。くれくれって、もっとくれもっとくれというわけ。イワシは簡単にさばけます。身が柔らかいんでね、一気にこう頭の切り口から尻尾までピラオっていけちゃう、まあ、こんな風にかなりね数があるからちゃっちゃちゃっちゃとやっちゃいます。恨めしやそしたらね、今これなっちゃんがイワシの皮を剥いてくれています。ノブさんが3枚におろしたイワシの皮をペロリと、これ手でね簡単に剥げるからね。でこの後見てもらうんだけど、皮付きのお刺身とこれは皮を剥いたお刺身、2種類のお刺身を楽しもうと、そういうことになっております。これはだね、頭を落として内臓を取っただけ、3枚におろさないイワシを煮ております。奥でお料理してるのはうちの娘ね、里帰り出産というかもう生まれて3ヶ月経つわけなんだけど、一緒に暮らしております。美味しそうに見えております。それをお皿に盛り付けてのおつゆをジャーッと、ああ美味しそう。さらに中骨とさっきのお腹の部分ね、これは一気に油で揚げちゃおうと。イワシは、さっきも言ったけど身も柔らかいんだけど骨も柔らかいんでね、そんなに二度揚げとかしないでもね、サクサクすごく柔らかく揚がって美味しく食べられます。あー、これも見るからに美味しそう。ちなみにこのペーパーはね、猫のおトイレのおトイレのペーパーね。これが、皮付きのお刺身、これは皮を剥いたお刺身、そして骨せんべいね、さっき揚げてたやつね。さらに煮たものね、イワシを煮つけたものです。ではいざ実食。なっちゃんお刺身からです。さあお味はどうか。さっきまで泳いでいた魚、新鮮そのもの、うんうんと、はい美味しい。さらにのぶさんはこの骨せんべいをいただきます。もうすでにねビール1本開けてんでね、顔が飲んだ顔になってますが、そしてこれを食べたら飲まずにはいられないでしょうと2本目いきました。ちなみにこのビールはもらい物なんでね、銀色のやつなんですが、ノブさんは一番好きなのは、キリンのラガーです。あー美味しい、うまいといった感じでですね、本当に数時間前まで海で元気で泳いでいたお魚さんたちを美味しくいただきました。我が家の猫たちもですね、下の2匹は
魚に目がないわけね。なのでノブさんが釣りに行ってクーラーを持ち帰ってくるともうその時点で大騒ぎという。なのでお裾分けあげて猫たちも喜んでました。ってな感じで今日のおまけコーナーは以上です。では最後までお付き合いありがとうございました。告知させてもらいます。9月15日水曜日夜9時半からここに出てます。第6回ライブ配信やっちゃいます。もちろんこのチャンネルの編集&音楽担当の赤ズも福岡県田川市からここ千葉県市川市信屋本店にやってきて我々2人であなたと楽しい時間を過ごしたいと思います。今のうちスケジュールバッチリと押さえておいてください。ということで、なるほど納得と感じていただけたらぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。じゃあ最後は恒例の私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった。 OK バイバイありがとう。